Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every star. こんにちは。チャオチャオ。チャオ。お久しぶりです。久しぶりです。もみです。皆さんお元気ですか？元気です。イエス。久しぶりに一緒にロードバイクの撮影をしてみました。はい。皆さん秋ですね。秋ですね。秋ですね。ということでオープニングが目的地ということで、今日は戸田のボートレース場に、はい、来ました、まあ、行って帰ってきて30キロぐらいの、まあ、緩い感じなんですけれども。そうだね、はい、秋いい感じですね。いい感じです。なんか急に 曇ってきたんですけど、すっかりセミが鳴き止み、スズムシなどの声が聞こえています。皆さんはロードバイク楽しんでいますか？はい全然走ってないじゃないですか。全然走ってないです。私も同じでございます。またよろしくお願いいたします。本当に季節が最高なんで、秋が一番好きなんです。皆さんはどうですか？夏です。夏ですよね。皆さん、私これ普通のあの T シャツ、白い T シャツに見えるかもしれませんが、後ろシースルーですか？誰も聞いてない誰も聞いてない、何の報告な急に切り込んでいこうかなと思って。チャオチャオ。チャオ。パパは何キロぐらい乗るんですか？1回乗ると30から40ぐらいかな。なるほどなるほど。うん、本当にここら辺まで来るのが多いかな。あ、そうなんだ。ここら辺まで来て折り返す。結構ね、いきなり一人で行って帰ってくるんですけど、この辺まで来るんだ大体。そんなにさ、全然本当に30分かかんないぐらいで片道来るから。早いね。うん、マジ遅くてびっくりしたでしょ今日。もう何にももうとらわれずにゆっくり走って、それこそもう誰パパに会わせなきゃとか申し訳ないんだとか全く思わずに走ってたから、もう何回も待ってくれてましたもんね、うん、一緒に来る意味みたいな感じでしたけどまあ撮影するから。そう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 、そんな感じで撮ってもらってます。そう、うん、もみさん全然知らないと思うけど、はい、あの自転車の、はい、価格が爆上がりしてるんですよ。え、どういうこと？なんで？パーツがさ、うん、例えば俺なんかはあのシマノの、はい、あのパーツを使ってるんだけど、多分 10% から 15% ぐらい上がってるんじゃない？だから、うん、多分俺スペシャライズなんだけど、はい、多分俺が買ったぐらいの時はあの一番グレードが高いやつは120ぐらいだったのかな、うん、120万ぐらいだったんだけど、ま、多分今ね150ぐらいいってんじゃないかな。てってて。どうですかこの反応？うん、面白かった。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、だから結構ね、買い替えたいみたいな人は多分苦しいというか、なんか、まあ、そうなんですか、なんかね買い替えづらいってあったりするんじゃないですか。広がってた、うん、じゃあちょっとみんな様子見だ、ステイ、戻るんですかまた？いやどうだろうね、今物価上がっちゃってるから。あ、もうそういうものだっていうのになっちゃう。じゃあもうちょっと前に買ってた人はちょっとラッキーだったみたいな状態に。そうそう、あの iPhone とかもさ 10%15% ぐらい上がってるでしょ。それは円安の影響だけど。あ、そういう今日はお勉強の回でそうそう、まあ、自転車、そうさっきふと思ったの、あもみ知らないだろうなって。知らないです、もちろん。もう一回も関与したことないです、そういうことに関して、うん。あとね、供給量が少ないのよパーツの。だから全然ね、こうまあ値段が上がったっていうのもあるけど、はい、パーツ自体が全然出回ってなくて。はいはい、なるほど。ほう、そうそうそう、よくわかりました。マジこの話をしたのが意味がなかったという。本当すみません、でもみんなきっと興味あると思う。うん、俺もそんなにさ追ってないんだけどさ。すいませんね、あの本当に。
あのそういえばまだちょっとごめんなさい、話いいですか、変えてももうちょっとしてあいいですか。あの最近ランキングの発表をしたんですね。あの、うん、どこの大人気チャンネルかっていう勢いで、あの今まで見られた10位までの10位から1位を発表したんですよ、動画の、うん、それで発表したらコメントでなんかパパが自転車であの納車してくれたやつあったじゃないですか、うん、車あれがすごい印象的でしたって書いてくれる人がいました。10位までには入んなかったんですけど、あの動画は、ああ取り行ったやつ、そう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 、そうタフト、うんうん、あれがすごい印象的だったって。でしかもどこのシーンが良かったかというと、パパが颯爽と自転車に乗って行って行くシーン、なんかもうその取りに行きますって行ってきますっていうシーンがなんか爽やかで良かったって。そうすごい、ここであの今知りました、今知りました、今報告しました。本当に温かいコメントありがとうございます。ありがとうございます。結構嬉しかったんで、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、すごい、そうなんです、嬉しいです。こんな感じ、初めてシリーズが強いですね。初めて自転車を買いました、ロードバイク始めますが第1位だったんですけど、うんうん、それ以外にやっぱり初めての街乗りとか、うんうん、ロングライドへの道復活とかそういうのがランクインしてました、うんうん、すいません、ちょっと本当に弱小チャンネルのくせにそんなんやって、ほんとほんますんませんいや別に誰も怒ってないと思う。あ、怒ってない、大丈夫、みんな優しいから。みんな優しいよね。いつも温かいお声をありがとうございます。ありがとうございます。ロードバイク全く乗らなくなって、子供が配信してもあのコメントをくださる方とか本当に温かく迎えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。これからも気ままではありますが一緒にロードバイクいっぱい撮っていきますので、後ろのシースルーの服も着てみたりしますので、またよろしくお願いします。他そんなにないでしょ。はい、どうもありがとう。足のものだよ。ヤシロ言うでしょ。そうなんですよ、すごいわかります。さすが、あの芦田愛菜ちゃんがこれを言ったの聞いたことないですもん、ちっちゃい時。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。またみんなお会いしましょう。誰わかんないです。私結構モノマネできるんですけど、今こうやって立ち止まると何のモノマネもないことに気づきます。別にモノマネをやる人じゃないです。あ、そうか、モノマネであの行こうとしてるわけじゃないもん、ですね、うん、モミブル。はい、どうもありがとうございました。じゃあ帰ろうと思います。はい、いや自転車に乗るとやっぱりこう気持ちがこうね、元気になりますよね。もちろん。そっか、まだ半分なのか。なんかもう着くと思ってたの。私みたいに夏全く走りませんでしたっていう人、コメントお待ちしてます。いや去年と打って変わって、去年は毎日20キロ朝走るっていうのをやってて、やってたね。そう、100キロライドを目標にしてたから去年は。でもロードバイクへの情熱っていうのは不思議と、なんかこう何、やめたい、やめようとかも全くなくて、うん、走れる時は走りたいなって常に思ってる感じです。結構風強めね、うん。やっぱこっち側の景色の方が素敵ですか？いや素敵だよね。空も綺麗だし、やっぱ開けてる、うん、今タオルを頭に巻いたおじさんと目が合いました、うん、やっぱり撮影してるとみんな一旦見ますよね、うん、何してんのかなって思うんでしょうね、うん、そりゃそうだよ。意外とあ、も、あ、もみだってすれ違って知ってる人とかいたりしてね、偶然にも。うん、あら、荒沢走ってる人はね、知ってるかもしれないじゃないですか。あ、そうだ、うん、実は、あ、でもなんかコメントで昔あった皆さん、素敵なロードバイクライフを。あ、なんか今日あんまりうざくなかったんじゃないかな。なんか今日ね、空がね、雲がね、なんかスーってなんかなんて言うんですかね、すごい筋雲っていうの、そのまま、うん、すごい綺麗なの、ね、空が高い感じ、うんうん、あれはもしや輝き、あ、本町も来た。うわ、すごい、まあ、全然映像じゃ分かんないけど、今日新刊くんの絵本を子供に読んでたから、この映像見せよう。輝きと小町、うわ
輝きと小町ですよ皆さん。私は富山の人間なので、もうあの生まれが輝きを見ると元気になりますそう、そういうのない皆さん。いや元気になってきた。ほら元気になってきたぞ。さっき悟空みたいな T シャツ着てる人います。マジで、うん、あのカメって書いてあった。あ書いてないんだけど、マジで本当に書いてないのにもかかわらず悟空みたいなもう色マジオレンジ。じゃああと7キロ目的地に向かってレッツラゴThings aren't going my way, 'cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, 'cause I'm just having a good day, having a good day, having a better from here, but sometimes I wonder, I might have met the love of my life, but I lost a number, never mind, she declined to the first date, I went to Vegas.